昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。村人陣営です。よろしくお願いします。すいません、ちょっとメタになるんですけど、僕急に村初めてなんで、まあちょっと頑張って発言していきたいですっていうことで、まあトップバッターなんで、まあ皆さんの色見ていきたいんで、まあ1分間しっかり発言して、この人怪しい、この人暗いで、こことここラインあるんじゃないかっていう考察はしっかりしてほしいかなって思いますね。はい。ってことで、まあ、ちょっと終わっちゃうんですけど、ちょっとパッションを見せて頑張っていきたいと思います。すいません、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番さんも、9人部屋初めてということで、まあ、確かにね、1分間を発言してもらわないと、必要最低限のね、色っていうのは分からへんし、まあ、1分間発言されたところで要素落とさへんかったら分からないんで、まあ、2番さんに関しては2周目いっちゃうと思ってます。はい、で、ライン考察、まあ別にいいと思うんですけど、まあラインは結構切りやすいんで、どっちかっていうと僕的には単体で見てった方がいいんじゃないかなって思ったりしてます。まあでもそれは進行論の違いなんで、そうですね、自分はまあ単体派なんですけども、まあ占い師のまあ白一は、まあ初日からはつなげてくる人はなかなかまあレアなんで、そこは LINE っていうよりはまあやっぱ単体で見た方がいいんじゃないかなと思います。まあ2番さんの印象は結構でもまあ良かったんじゃないかなと思います。初めての LINE はね、結構まあ喋ったんで、まあ2週目皆さんのまあ発言を聞いてどういう風に言ってくるんか、まあちょっと聞いてみましょう。はい、4番のプレイヤーが発言します。はい、まず2番さんに関しては初めて9人もらやるにしては全然緊張してなかったんで、あんまり狼ないかなって思った。だから3番さんもその2番さん、白く来たのは評価集かもしれないけど、まあ2番さんを白く言ったのは印象自分も同じなんで、3も狼ないかなと思ってる。時間余ったんで進行論ちょっと言いたくて、最近ちょっと新郎新郎がすごく多い。新郎新郎の時って強靭髪が十分あり得るんで、皆さん、レイロラ、レイロラって言ってほしくない。レイロラって言った時点で強靭ないのを透けちゃうんで、強靭髪がなくなっちゃうんで、レイロラっていう発言は言わないようにちょっと広めていってほしい。2番さんも3番さんも全然言ってないんでね。このまま言わなきゃ、新郎新郎の時に強靭髪も十分あるんで、ぜひ言わないで言ってほしい。現状2、3ともに狼ないと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、まあ2番さんからスタートで、まあそうだな、前半部分はいいんですが、俺ちょっと3、4番さんと違うのが、2番さんが1分間喋って情報が欲しい。まあ些細なことですけどね、初週に関してですが、まあ2番さん自身がまあ20秒残してるので、そういった部分はどうかなとは思いましたけどね。まあ言うことないとは言ってたんですが、それ言うならって思っちゃいます。で、4番さんはなんだろうな、それ言ってどうするんだろう、どうするんだろうっていうか、陣外が盤面作ると思ってるんで、なんかまあやりにくくはなるのはいいとは思うけども、なんだろうなまあ狙いが分かりませんがね、それ言ったら。まあそんな印象でした。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能師です。霊能師です。把握お願いいたします。そうですね、まあ僕の霊能なんですけど、いいよね、俺が霊能するっていうふうに言う分には別にいいよね。ね、霊能の精査は村いらないから、正直未使用だったら場合は釣り切ってほしいかなっていうふうに思って、それよりも俺は占い師よりグレーの精査の方が大事だと思っているんで、そっちを重点的にやってほしいなというふうに思ってます。自分もそうしたいと思ってます。まあ、2番さんはそうね、まあ、3、4番さんの精査もあるし、5番さんなりの精査もあるけど、5番さんなりの視点もあったから5番さんも悪くないってやなというふうに思ったから、ただ3、4番さんに関しても別にそこまでなんか怪しいなというふうに思った部分ないんでってとこなんですよね。だから正直村に関しては色が落ちてないですね。はい、まあもしくは強靭さんにちょっと言っておくと、霊能確定させた方が、霊能2使用だった場合っていうのは、2週もね、占い師精査の時間作られちゃうんで、確定させた方がいいですよっていうふうに、多分潜伏の方が強いですよっていうふうに、助言をしておきます、陣外。はい、以上です。7番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。しようないです。6が0で、そうですね、ここまで占い師も出てないし、後半でドドッと出るのか前半位に転覆しているのか分かりませんが、私が気になったのは4番さんのなんだっけ、強靭髪が入る、それが5番さんも突っ込んでたけど、それがどうなるんだろうって私も思ったかな。なんだろう、強靭噛まれて村目線どう困るんだろうっていうのにちょっと疑問を持ったかな。うん、ごめん、私が4番さんが何を言いたかったのか私の頭ではちょっと理解できなかったってだけなんだけど、うん、ただそこだけかな。うんだね、2番さんに関しては初めてって言ってた割には、うん、自分なりの進行論っていうのは述べてたのかなって思う。うん、でも2周目かなって思ってるんで、うん、8番のプレイヤーが発言します。はい、占いです。九四郎です。九四郎です。現状2番に関しては、なんかパッション出して白くなりますって言ったのが、正直なんか4番狼っぽくないとか言ったけど、結構狼になるのかなって思うかな。なんか狼を探す意欲がないって言ったらあれやけど、狼を探そうとしてないのかなって思った。自分をとにかく白くなろうとしてるのかなって、僕してはね、これ雑な殴りかもしれないけど、そう思ったかな。で、3番に関しては、もう覚えてない。あんまり、あーねっていいな。3番に関してなんか一つだけ光る要素あってんな。ちょ、2周目思い出したら思い出しますね。現状7番が言って4番で、多分4番って多分22の進路進路だった場合って、強靭が霊能ロラを押すことで、あ、強靭以外だね。強靭潜伏の時って強靭ってあんま霊ロラって言わないからね。一応狼分かっ、ご主人様がいることが分かってるから、だから霊ロラって言ったらそこが噛まれるっていう指摘やからってぐらいかな。5番に関しても異常なし。9番のプレイヤーが発言します。4番さんが言ってるレイロラレイロラって言うんだけど、結局4番さん視点はレイロラをしないでグレーから行くってことですかね。結局2、2番面で村目線が、村の進行がどうなるか分かりませんが、レイロラになる段階でレイロラしたくないですって言うんであれば関係ないかなって思ってますけど。で、8番さんに引っかかったら2番さんがローメがないっていう4番さんに対して指摘をしましたが、3番さんも別に2番さんに対してローっていう置きはしてなかったような気がしますけど、はい、でしかも4番さんって3番さんが2番さんの評価集に回ってるっていう発言をしてました、はい、僕一番印象いいのは5番さんですね。同じ視点を持ってる7番さんも自然と白くなるかなと思ってます。印象がいいですよ。あー、急強だ。レイロラを急強だ。1番のプレイヤーが発言します。占い師でした。3番さんに白が刺さってます。で、まあ役の動きについては騎士とかはまあ任せるかなって感じですかね。まあ個人的には出てほしいというふうに思ってますけど、でとりあえず発言していたところに触れていくんですけど、まず2番さんの印象に関してはまあ2周目だとは思うけど、みんなが言うように落ち着いてるなっていう印象は少なくとも僕も持ってました。で4番さんに関しては、だから4番さんの言いたかったことっていうのは、まあおそらくその進路の時に強靭っていうのはレイロラっていう風に言わないから、その目線で狼もし、まあなんだろう、でも僕あえて言う必要性はなかったかなっていう風には4番さんには素直に思ったかな。まあごめん、言いたいことは理解できてるんだけど、うん、で5番さんに対してはまあ2番なんか3、4と比べたらまあなんか2番の意見とはちょっと違う。ただそれどうなんだろうね。色としてはまあまだ分かんない。で7番さんに対してはまあごめん、結論から言うと僕あんまり今日そんな釣りたいなっていう人が現状見つかってなくて、7番さんに対してはまあなんかなんだろう、4番のことを理解できなかったっていうところに関してはまあ素直に自分の意見言ってるのかなっていう印象でした。まあ2周目は釣り値上げていきたいと思います。2番のプレイヤーが発言します。はい、ってことで、まあ、占い師さんが2人出たってことで、まあ8番さん、まあ皆さんの意見聞いてたんですけど、8番さんだけが僕のことちょっと黒っぽいかなって言ってたんで、まあ、僕目線からしたら、強靭か人狼あるかなって感じですかね。はい。なんで、追加してもらったんですね。だから僕はまあ、8番さん強靭か人狼で見て、相方どこにいるかって話なんですけど、まあ正直全然わかってないんで、ちょっと2巡目また聞いて考察を落としたいとは思うんですけど、
で、1番さんが3番さんにしろってことで、3番さんの印象、僕が、一人で発言まず終わって、その後出られて、僕のことを、初心者やからとか、そんな叩かなかったんで、印象は良かったかなってとこで、4番さんは2番さんも3番さん印象いいって言ってた。ただその、誰かも言われたと思うんですけど、4番さんが、人狼か狂人やったときに、2、3の評価集っていうのはあるのかもしれないなとは思いました。で、5番さんに関しては、僕のことを叩いてましたよね、若干。1分間みんなで喋ってっつってるけど、20秒残してたっていうのはすいませんでした。ただそこしっかり、つついてくれたんで、印象は別に悪くない。で、6番さん、霊能さん。で、7番さんは印象、覚えてないです。僕目線、ちょっと8番さん怪しいかなって感じです。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目なんですけど、結構叩きがあったっていうところであれば、8番さんがね、2番さんを押したっていうところもあって、僕の中ではその8番さんが2番さんを押してるその理由よりも、普通に2番さんは初週っていうか、初週の一番最初の位置だったんで、全員の発言は聞けへんままトップバッターで別に多く見探そうとしてる気配はない、気配が感じひんって言ってた8番さんに対しては、最初だからしょうがないくないっていうふうなことは思います。で、それよりも殴りが太っ腹なんじゃないかなと思ったのは、5番か。5番さんなんか2番自身結局20秒残してるの、それはどないやねんって言え、それは普通になんか喋ることがなかったんじゃないのっていう。別に現状釣り位置っていうか殴りやすいところを殴ってんやなっていう風に感じたのは5番。8番もなんか殴りが、一応2番を殴ってみたっていう感じはした。8番は。だから、別に8、1っていうのは占いやから、別にそんな僕は1番から白もらったから1を死んで見てるっていう気ではないし、別に、その占いが神教もしくは神路よくわかんないけど、とりあえずは、初日はグレーから行くなら5番かなっていうふうなことを思ってる。さっき理由言ったけどね。そうやな。で、4がもし黒やったとしたら、僕らの票回収しに来るために、白で2、3は2番の印象が良かった。だから3番はその2番を白で見たから、2番、3、2、3、白で見てる。のプレイヤーが発言します。やっぱり俺2番さん釣りたくないかな。その急に村に初めて来たのにしっかり占い精査してるとこ印象いいんよね。俺もちょっと8番さんにせだと思ってて、その理由ってちょっと9番さんが黒い、その理由って俺グレーで2、3やっぱ白いと思って、5、7が結構黒いと思ったから、9って逆に5、7が白いって言ってるから、9番さんすごく違和感あったんで、結構8番さんがやっぱ2戦目かな。で、5番さんも結局2とか3とか俺とか白置きできずに2を釣り位置に持っていこうとしたとこが怪しいし、7番さんに関しては自分の進行論ばっかり触れてグレー精査がほぼなかったってとこ。だから今日は5、7のどっちかで俺いいと思う。占い師は8が偽、1が真だと思ってる。でしかも3番さんってそんなに追っかけっぽくないからね。正直俺9番さん初日釣ってもいいような考察だったと思うけどね。その9が狂人の可能性もあるよ。9が狂人で5と7をかばいに行って白く言ってるような感もある。それなら8の芯もあるかもしれないけど、8が後半1に白を打って1が狼で出てくるようには思えないし、怪しまれてるない3に白を打つ必要もないから、やっぱ1が死んだなと思ってる。今日は5番さんか7番さんどっちかから行きたいです。5番のプレイヤーが発言します。合わないなって感じですね。俺がさ、結局4番さんに聞いてはないか、どういう意図があってそれ言ったのってのは理解してもらえたかな。言った意図を知りたい。言った内容はわかるよ。意図を知りたいんだよ。2、2番目増えてるから気をつけてね。ってことを言いたかったのかな。進行論なのかなって、言った意図がわかんなくて気持ち悪かったの。で、3番さん白置きする4番さん、どういった理由なのかな。2番さんが結局、20秒残してたのは、言うことなくなったのは、
だから仕方ないでしょって、最初の位置だからってこと？言わないイコール情報を落とさないってことだよ。情報を落としてって言ってる人が情報を落とさないのどうかっていう殴りだから、俺は。そこを理解してもらえてるかな。私3番さんは最後4番さんのローの可能性も出たとは思うけども、そこ聞いて4番さんはなお5、7。俺が、黒かった理由は白置きできなかったから、まあ、疑問で終わったからかな。7番さんの理由は理解してもらえなかったからってことなのかな。じゃあ4番さんが一番気になってますよ。2番さんはまあ占いの精査、そこだけは、そこだけ、そこは俺と若干似てた。8番さんにとって俺が印象ないってどういうことって思った。2番さんを叩き始めたのは俺だし、そこの精査が、ざるすぎたと思ってますよ。うん。まあ、占い精査はそんぐらいしか情報ないですが、4番さんが、相変わらず一番最高ですね。6番のプレイヤーが発言します。ちょっと難しいな、これ、なんか、釣りしてしたいんだけど、むずいわ、正直。まあ、一応5番さんに言ってくと、4番さんって7を怪しんだのは、7番さんがなんか進行論ばっかりって言ったからっていうふうには言っていたけどね。ただ正直2番さん、ちょっとその初心者にしてはなんかうめえなって思っちゃうっていうか、あんま狼に見えないっていう4番さんの主観もわかるんだよな、正味。だし、確かに9番さん、すごいね。9番さん、ありがとう。あ、俺はもうだい、まあいいや。9番さん目線だったらさ、8ってあんまローに見えないと思うんだけど、9番さんにも若干違和感もあったんだよね。だって8番さんがローで、後半1に占い師、てか、その何、打って、で、もしかしたらその9番さんが占い師出る可能性あったわけじゃん。そうすると結構厳しい場面になる気がしていて、って思ったんだけどね。だから、9番さんがもし村だったら8って、表面に見えるんじゃないかなっていうふうなのを思ったりしたんだよね、しょ。その発言が出なかったのが若干まあまあまあ全然いいと思うけど、そこって結構読めない人もいるからね。そこに関しては俺も全然村精子できてない。正直7番さんの初の発言もそんな覚えてない、そんな印象残ってないんだよね。ごめんけど、うん。ただ確かに4番さんがそのまあ2はわかるけど3そんな印象いいかなとも別に思うしね。まあ悪くはなかったと思うんだけどっていう、ちょっとね、ごめん、結構ね、沼ってる。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。うん、そうだね。2が、2周目でね、1、8の精査をつけて1目線、8の方が偽っぽいって言ったところは、私も狼を探そうとしてるのかなって思ったんで印象良かったです。で、5は4に叩いてたんだけど、3って最後4も、ローかもっていう視点を残してたのを、2、3、白っぽいって言ったところを叩いてたんだけど、逆に狼だったらそこ叩くんじゃないかなって思ったのね、4にしては。だって村目線って誰か村置きできる人が、なんだろう、できれば、その後は消去法じゃん、あの、狼っていうのはさ、やっぱ、白圧迫っていうの、こういうの。わかんないけど。だから、狼だったら逆にそういうところを叩いて、バチバチやり合うんじゃないかなって思ったから、2周目で4はちょっと、私的には、ただ1周目の方は、その、説明が私が理解できなかっただけで、別に叩いたわけでもないし、怪しく見てたわけでもないから、私はね。ただ、4の言ってる内容が私の頭では理解できなかったってだけだから。2周目で4は、それでも2、3を村置きしてたから、狼だったらそこ叩いていくんじゃないかなって私は思ったかな、4に関しては。で、そこを叩いた5を私は2周目はちょっと怪しく思えてきたよって思うかな。うん。村目線ってやっぱり村置きできるところできれば、なんだろう、狼って圧迫されていくと思うからって感じか。8番のプレイヤーが発言します。正直、グレーな2、4、7がちょっと黒い、黒すぎんねんな。3番とかに言われたけど、叩きやすいとこ叩いてるわけでもなく、俺はちゃんと理由言ってるからね。2番の2周目って俺に叩かれたから8を人外で見る。やのに5番さんに関してはその指摘がちょっとつっついてくれたから、まあ5を外していいのかなっていう。どこでその5、8に関して、自分殴られ、2番に、もう2番がよくわからんかったんやけど。
僕が殴ったから人外で見るけど、5番は見ないのね。その理由はと思ったから、その 4がなんで兄さんを村はじきというか白く見てんのかわからないな。うん。で、4って9怪しんでるんやったら、4目線9ずり押せよと思ったけどな。9が4番自身もいて、4番9の強靭の可能性もあるでしょ。だった場合、僕の一応、芯も追ってくれてる発言もあったから、だった場合って9なんで押せへんの ?4 番って9が黒いから僕が2世って言ってるんでしょ、よくわかんなかったかな。はい。7番に関してはもう、2、3、白子いた4番が狼ではないのかなっていう精査が全く合わなかったからですかね。はい。2、4の、まあ、2でいいかな。2いきますね。5、8のそのどこで真意がついたのか、どこで5、8、白く見て、8を人外に置いたのかを言ってほしかったね、理由として。はい。9番のプレイヤーが発言します。騎士出ないんですね。4番さん視点で4番さん騎士だとしても、4番さんって8番さんが見たって言い込んで、1番さんが4番さん、1番さん真意を置いて、騎士じゃないんですね。でも僕出たきますよね、騎士って。はい、あ、僕キスで出てきますね。はいはい、だからそのムーブがやばいって言って僕すらね。はい、今日に関しては7番さんいきます。はい、7番さんって4番さんの4番さんが5番さん7番さんから釣り位置を上げて、その理由に関して7番さんって進行論しかできないって言ってるにもかかわらず、7番さんって5番さんを黒塗りして4番さんについて評価集に回ってますね。はい、そもそも4番さんの思考って、僕は6番さん言ってきますね。1番さんって僕の精査全く入れてないんですよ。しかも対抗の8番さんの精査も全く入れてません。グレーで言ったらどっか分かりません。てんやかんやって言ってます。はい。スリーチ上げられないよーって精査もできてませんけど。じゃあ6番さん目線で僕がローだったとして、8番さんの強靭が分かってたときに、8番さんが絶対死んないですねって言ったら、明らかに村目線で俺ローって分かんないじゃないですか。絶対9釣らないと、これ言ってる意味がさっぱりもって分かんないですね。9釣り、今日は7番からいきますね。はい、理由はそれです。もう残してあれか、はい、結局6番さん視点で思うんだけど、1番さんからずっと8番さん強視点で9番さんに白打って、白が囲われた構図っていうのを誰一人言ってないです。はい、その論に関しては関係ないですね。はい、今日7からいきます。7で黒1番のプレイヤーが発言します。うん、正直9番さんのその騎士出させるのマジいらんかったかなと思う。僕4番さん全然占うつもりもなかったし、だからいやいらんくないって普通なのに思ったから、本当に9番さんってなんか強人か人狼なのか分かんないけど、本当に9番人があるのかなって素直に思いましたかね。でもう2番に関してはもう絶対黒ないと思う。だからもう対抗が釣りをしてるし、だからなんだろう、1周目の時点だと僕ライン切りとかそういうの、まあ、あの8番さんをローで考えた時にライン切りとかそういうのも結構あると思ってるから、でも2周目においても2番一本指定だったから2番さんだけは黒ないと思う。だからなんだろう、僕結構9番さん入れたいなっていう気持ちもあるんだけど、まあ、村目線なんだろう、僕の芯がまだ分かる、なんだろう、8の芯を追ってるんだったら、まあ、それは多分入れれないから、まあ、5、7のランになると思う。でも5番さん、なんだろう、5番さんが結局4釣り一本指定したのはちょっと僕の中では違和感だったんだけど、5番さん視点でちゃんとその8番さんの要素取りとして、だから8番視点で2番が怪しいって言ってるんだったら、必然的に5番さんっていうのも白くならないといけない、そこを印象なしって言ったところをちゃんと5番さんの目線で拾ったところは僕印象良かったんですよ。だから7番に関して言うと、なんだろうな、その25と今の現状のグレーの中で言ったときに、まあ、確かに発言としてはあんまり僕の中で印象残ってない、消去法で7番さんっていう視点にはなるかもしれないぐらいかな、今日思ったところは。だからグレーから行くんだったら一応57のランで提示して、もうなんか僕9番がもう、僕絶対騎士出させない方が良かったと思ってたから、今の盤面で言うと、だったら僕9から行ってみたいなっていう気持ちはあります。全プレイヤーの発言が終了しました。俺の刀見なかったか。いや、9、今日やろ。もう初日57カバイが今日だったから、とりあえず9釣った方がいいよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは Q
9番の遺言を発表してください。弱いね。1番さん目線、9番さんが強靭かもしれないのに、僕の城を6番さんに見せるんですか。弱すぎるわ。1番さん死んだったらドンマイですね。はい、8番さんが4番さんにあれだけ触れといて、8番さん目線で2番さんに行きたいって構図が目によって全くもってわからないんで、8番さんがローだった場合っていうのは、57に関して触れなすぎだから、7番さんが4番さんの評価集の4番さんの城を知ってるかなっていう話だったね。4番さんの不当な殴りだと思ってますから、7番さんに対して。はい、弱いな、この村は弱すぎます。はい、僕素村なんで大丈夫ですよ。はい、4番さん6番さん守る必要ないです。はい、あなたが死んだと思ってる1番さんを守ってください。はい、以上で。夜が更けました。人狼に気を騎士の方は、その疑いにはどんな根拠があるのか。どうせ俺噛まれるやろ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。とりあえずもう5番さん占って黒でした。で、8番さんに関しては、まあ、強人なのか人狼なのかは分かんないけど、とりあえず5番さんは絶対黒です。だから村目線はどうなんだろうな。だからまあ、村目線は多分僕に入れることになると思うけど、とりあえず5番さんは絶対黒なんで5番さんだけは入れてください。で、だからあと、まあ、ただ占い神が発生したからさすがに8番さん強人なのかなっていうところはあります。どうなんだろうな、ごめん分かんないけど、これに関してはだからもし5つって終わらんかった時の相方位置として僕は2あーでもどうなんだろう、8だけあるのかな。ちょっとごめん、27のもし5で終わらんかった時のところの27の精査っていうのは分かんない。僕結構8番さんローだと思って進行考えてたんで、そしたら27両方ありえるかなっていう感じはします。とりあえず5番さんは黒なのでそこだけはお願いします。ぐらいかな。ごめんなさい、あんまり情報更新ができてないんだけど。8、5でつながったと、まあ、つながり得るんかな、あれをライン切りだと考えたときに。で、結構僕のことを、なんだろう、真って言ってくれる人の方が多かったんで、まあ、あの段階で5番さんっていうのは切ったって考えたら、まあ、5番入れたらひょっとしたら終わるかもしれないって感じですかね。終わらんかった時の位置に関しては、まあ、わかんない。まあ、できたら今日5番さん入れてもらって、占わさせてもらったら、まあ、勝てるかなっていう感じはします。まあ、ただそこは村目線、なかなか飲めないところだと思うんで、はい。とりあえず5番さんは絶対黒です。そこだけはお願いします。2番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ、5番さん黒ってことなんで、霊能結果で9番さん白ってことなんで、ただし9番さん強靭の可能性もあるってことで、僕1番さんに真っぽいと思ってるんで8番さん人狼って考えた時にあと1人人狼で、まあ、そうですよね。だから僕は今日5番さんでいいと思うんですけど、でも、6番さんは対抗出てないから、例の確定でいいんですかね。で、4番さん騎士ってことなんですけど、まあ、一つ引っかかるのは4番さん騎士使用してるのに、噛まれてないってことですもんね。まあ、それがちょっと気になるかなってとこですかね。はい。まあ、今日は僕も5番さん釣りでいきたいと思います。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。いやこれ8紙でしょ、どう見てもだから無理です、飲めないです。27黒1強人全然あるんで、今日は 2か7どっちか釣ります。はい、27どっちかで、まあ騎士、唯一1人の騎士に触れてた2番が一番黒く釣ってるなって僕の中では思ってます。これ5釣ってもし村やったら 2W1 強人の可能性があるんで、明日 PP 起こりえます。はい、てか8が噛まれてる現状、普通に1は強靭で見るのが自然。よって27は、黒1、僕にとってね。
1番さん、僕が白なん、あなたの白なんで、27つに飲めますよね、全然。うん、飲めるはず。一番さん目線、僕が黒っていうことはないっていうことを分かってるんで、27黒、1強人追うのが自然です。なので、今日2番釣ります。2番です。はい。絶対番言ってください。以上です。4番のプレイヤーが発言します。俺はちょっとね、8番さんの2釣り押しがやっぱ深っぽくないし、1番さんってやっぱ9位って、言ってるからね、1番さんが狼だったら9ってめっちゃ強人目だから俺いけないと思うんだよな。いや、視点合わなかったな、8番さんと。いやー、5番さんめっちゃ黒かったけどな。俺、あの5番さん言いたいんだけど、74精査して7よりも俺の方が黒かった理由ちょっと教えて。いや、もう俺9はちょっと村に見えないから強人だと思うから、俺8、5、8人狼の9強だと思うんだけど、まあ6番さんに任せるよ。うん、1釣るか5釣るか、その辺は6番さんしっかり決めて。俺7番さん5釣りよし、印象良かったけどね。7番さん狼なら便乗して俺釣り寄すと思ったから、7狼いないと思うんだよ。2番さんもそんなに狼っぽくないんよね。9入れてるし。狼目線あれ9強人でしか見えなかったら9に入れないところに狼いると思うんだよね。さあ、6番さんどうする？1号の欄。今日1号の欄しかないよ。他とか行くのないからね。5番のプレイヤーが発言します。たくまさん、じゃあそのさ、3番さんが2釣りとかをしたの違和感感じないの？相変わらず。いや、結果として4番さん騎士だったから俺の精査違ったってなるけども、47精査して7番さんは、初週に関しては分かんない、だけども、俺と同じ4番さんに対して疑問を持ってたぐらいの印象ですよ。それよか、4番さんの相変わらず2、3白く見る理由が、特に3番さんとか白く見る理由が分かんないっていう理由言ってるんですよ。俺ね、1番さん目線って8強人になんで見えないのかなって思ったんですよ、2周目の精査で。結果として1が偽だったからこれは言えるんですけども、だって8後半に打ってる、で結果9白出てるんですよ。そっからの精査もなかったし、8番さんって57の精査って言われてる中、2にヘイト向けてるんですよ。そことかに違和感向けれないのかなって一番さん思ったんだけども、3番さんの1強人って目線はいいと思う。2番さんがあそこまでシーン決め打つってのは分かるけども、2に行く理由が分からん。俺目線37ローロ1もあるし、1強人っても。7番さんが4に対して精査した理由がね、全く納得できなかったから7に行ったんですけども、狼だったら3の底叩きますよって。いや、評価集っていう意見が出てる中、7番さんがグレー投票になってるのの投票、グレー、まあ、そこにしか見えなかった。今日絶対切ってください。4番さん。6番のプレイヤーが発言します。5黒いんかな。てか、今日1号だったら1行きたいけどね。俺ワンチャンスは俺守られない。たくまさんが俺守る可能性があるから、それ一番色見る可能性があるから、とりあえず1行った方がいいんじゃない。5はまあ明日でも別に間に合うわけだしっていう風に思ってるかな。5、8ロロだった場合に関してはそういうことね。はぁ、やれやれ。てかでも俺もね、5番さんと同じ3番さんがなんで1強で追ったのかっていうのは若干疑問、27っつったけどそこ疑問だったんだけど、もし、占い師が新強だった場合っていうのは別に8強も全然終えるっていうふうに思ったんだけどな。なんでそれで1強っていうふうに見たのかがちょっとこう、ね、分かんなかったんだけどっていうふうに思って、だから3番さんか8番に占いたくなかった可能性もあるなっていうふうに思っちゃったんだけど、ちょっと俺ごめんだけど1行こうかなっていうふうに思っちゃってしてます。7番のプレイヤーが発言します。
お願いします。現状18が信教で出てるのか信路で出てるのか私には分かりません。6番さんも突っ込んでた通り、3番さんが1教で置いた時って、1が三四の初日に、ね、出してることから3っていうのもグレーに入るから、なんで27って言ったのか3番さん、私も分からなかった。1教で置いた時3もグレーですよって思ったかな。だから、なんだろう、1、3、ローローもあるのかなって私思っちゃったかな、8神でね。で、強人が2か5か9か分からんけど、3の発言で思ったかな。で、うん、6も言ってたけど、3目線で8の強人も終えたんじゃないっていうのは私も思った。うん、だから、神の時に行きたいと思う。うん、それくらいかな。そう、3、急になんかすごい疑問だらけだった私は、うん、2日目ね、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。いやー、5もらに見えない。5行くわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。あ、村目線ここはしょうがないのかなと思います。で、3番さんのその2に行くっていうのは、まあ、僕から見てもおかしい視点です。だから3番さん今日まあ村なのか今日なのか分かんないけど、まあ、そこはもうなんだろう、みんな指摘してる通りだと思います。ただ5番さんはもう絶対黒なんで、5番さんは明日入れてください。そこだけはお願いします。で、だから5番さんの僕の要素の中で、なんで8番さん今日できないのみたいな発言あったけど、だから8番さんっていうのはかなり使命を切られてた人物だったんですよ。で、そこで紙が入ったってことは、人狼目線で、人狼なんか唯一芯を上げる方法って僕地神だと思ってるから、だからそういう目線で8ローもあるのかなっていうふうに思いました。普通のレギュレーションで考えたら、まあ、なんだろう、普通に強人の目の方が高いなっていうふうには思いますけど、だからそういう視点を落としました。で、だからやっぱ今日の発言聞いても、やっぱ2番だけはないのかなっていうふうには思いました。2番目線で、もし2番がラストウルフだったときに、まあなんだろう、8番、8番今日のときに、2番視点で5に行くっていう発言は絶対出てこないと思う。だからもし、8番さんがローじゃなくて今日だったときのラスト位置としては僕7番さんだと思います。ぐらいかな。僕が落とせる視点としては。とりあえず明日はもう5番さんだけはお願いします。そこだけは。そこだけ。なんだろう。まあ、それ以外は言えるとこないかな。はい、お願いします。明日ご釣りだけ。そこだけはお願いします。夜が更けました。直視の方は夜のアクション。その疑いにはどんな根拠？何色かな。俺一死んだと思うけどな。8の肉強しもわかんないし。僕は黒かったよね。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。あー、一白か、初日一声してた。もう一の真のバカ高かったから、一が強人で五に黒落ちとは思えない。一が強人だったら五に白落ちと思う。俺三が強人だと思う。九は多分なんだろう、騎士炙り出したかったんかな。それか一強の三五人狼もあるかな。その理由って強人アピールしている可能性もあるんで、もう五行っていいと思う。ちょっと申し訳ないけど、俺五番さんと視点が合わなかった。四七精査して、七より俺の方が黒い視点ちょっと合わなかったし、俺二番さんの狼ないと思ったから、五番さんに黒く塗ったのも視点合わなかったんで、しかも8番さんが25精査で2に行く視点もちょっと合わなかった。で、しかも2番さんって占い審議つけてたからね。5番さんってほぼつけてない。俺は5に行くよ。5番のプレイヤーが発言します。本当に言ってる？
だってそもそもの視点が違うじゃないですか、4番さんと。俺は4番さんに叩いてる、初週。そもそもが違う。まあ、ここに説得する人、でもね、1強だったら 見にくいんだよな。3番さんの投票の意味がわからんから、3番さんが強人っぽくしてるわって、する必要あるか。ただ、申し訳ないけどな、相変わらず7番さん気になるんだよな。そこで一さん、コロコロ変わるんですよね、意見が。ああ、これ、初週、俺を、気になってて、俺に黒出してる一番さんはなぜ新目で見れない？それは3番さんが気になりすぎてるからってこと？正直な、俺2番さんがなろうだったら、グレーにもう1での参加なのか、グレー相方だとしたら、2番さん別に1人で5投票突き通しとけばいいと思ってるから、に7ロールかなって思ってるけどね、俺は。4番さんのその、次3号ってとことんだなって思うけどな。いやいやいや、でもな、いや、難しいな、ここは。2ローでしょ？動き的には3が一番おかしいよ。あそこは2投票もおかしいし、だから3、7、ローローもあり得るとは言った。3、7、ど6番のプレイヤーが発言します。いや、これむずいわ、マジで。マジむずいな。ちょっとなんか頭入ってこねえぞ。いや、3番さんもおかしいんだけど、俺そんなにめちゃくちゃ子がおかしいとも別に思わないんだよね。なんか昨日の4-7の4番さんに言うと、4-7の精査で4番さん、まあ7なんか2試合目だったから4行くか。まあだって4番さんってなんかその何、2-3をなぜか白いっていう風に言っていたから、なんか若干違和感に感じるのも分かんなくはないんだよね。うん、俺も4-7だったらもしかしたら4の方が黒かったかもしれんとか思ったら、1の方が真なんだよな。その真っちゃ真なんだよ、1番の方がっていうのもあるんだよ。賞味。たらな、3番さん。あと9が強めだから、やっぱ8ローでこれで終わると思うけど、5で終わんなかったら、怖えな。7番。5で終わんなかったら、お願いします。何か。うん、5番さんにコロコロ変わるって言われたけど、だって昨日の段階では3がめっちゃ気になった。ねえ。5番さんって一応死んで見てるの？強ローどこで見てるの？うん、2ローいるって言うけど8で落ちてる可能性もあるよ。いや、ごめんせん、ってところで、そうなると3、7ってないんだよ。1死んだった時、初日に3白出してるからね。3、7ってそこの時点でなくなるよ。一応死んで見た時ね。うん、やっぱり。謎にみんな2を弾いてるのも私わからんのやけどね。まあ、狼要素はないと思うけど、私も。2人狼残ってるのか、8で落ちてるのか。そうなんだよね。3番さんっていうのは、昨日、あ、追加できたよ、また。6に投票いってるし、3目線って2-7って言ってたんじゃないのっていうのもあるし。やっぱり、1が真、5、8、ロー、ローの3強って感じなのかなって思ってるけど、とりあえず今日は私5に行きます。だって盤面も変わるからさ、それは発言によってもさ、昨日に関しては3がめっちゃ怪しく思ったからね、言ったし、で1日目に関してはちゃんと2週目にその理由も話してるし、私目線はね、5に行きます。初日片白いった記者を振り出しで、はい、まあ僕に関しては相変わらずその1番さんシーンで見てるんで、5番さんに黒出てる以上今日は5番さんでいいのかなと思います。まあ、3番さんも動き方がちょっと、おかしいというか、まあ白出てるんで、あっても強靭かなってとこなんで、まあ1番さんシーンの場合だとは思うんですけど、だ今日5番さん釣って終わらなかったら、僕目線も7番さん以外、人狼が残ってる人はもう7番さん以外ありえないのかなって感じですかね。はい。
まあ、4番さんと6番さんが死んだんで、はい。だから今日は5番さん行きたいかなって思います。はい。以上です。すいません。3番のプレイヤーが発言します。はい。昨日6番さん、7番さんから指摘あった通り、なんか2、7を釣りたいって言った理由、もう一回言うよ。もう一回。自分は自分が白ってことをまず分かるのは当たり前よね。僕はだから自分が白ってことを分かってるから、話進めたけど、4は騎士、6は霊媒師で、昨日1番さんは5番さんに黒打ってたわけね。で、1番さんっていうのは強人か真か分からへんわけよね。結局白出たから、まあ、強か真、真強どっちかなんやけどな。で、まあでも8番さんが噛まれてる以上、1番さんは真は僕見てへんから強で見てるわけで、あったら4騎士、6霊媒師で、僕白で、5番さんをもし釣って黒やったら白やった場合に、127で PP 来るの分かるよね。5つって1人噛まれて5人番目、127がそれぞれ人狼陣営やった場合、PP 来るわけよ。だから僕は昨日、27黒で、6黒で見てるからっていうことで、27どっちか釣り押すって言ったわけね。で、昨日の投票は別に間違えただけよ。7に投票しようと思ったら間違えて6打ってしまうの。それはまあメタになるんで全然言いたくなかったんですけど、誰かが言ってたんで、まあそれは言っとく。うん。で、だからそう見たときに、結局2番さんも発言 1周目の最初と言ってることをぐちゃぐちゃっすよね。1分間発言してどうのこうのって言ってたのに、昨日もなんかもうさっきも全然すぐ座ったし、多分考察落としてボールをバレんのが嫌なんかなって思った狼やと思ってるから、2も釣りたいし、でみんななんか知らんけど2白く見てる、で7もコロコロやし、27絶対人狼だと思ってる。だから7行くわ、今日は。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにも。三五人狼もありそうやな、これ。1強で囲えてた可能性あるんか、俺。9の裏とは思えへんだけどな。三五人狼投票が終了しました。1強あるんかな。追放されるプレイヤーは5番終了。あ、よかった。村人陣営の勝利です。つらい。いやーなんか、ね、3強だ。おお、ビンゴやん。なんでなんで自我見せたんすか。だからさ、最終日5が初におかしいんだもん。だって1をなんで見てるの、8をなんで見てるの、1はとりあえず3仕事してるから37ローローはおかしいんじゃないって。ちょっと思ったんだけど、9番さんが白かったら初日5は釣れてたよねえ、うん、申し訳ない。えっていうか、私だけが初日に5を入れてたの。そうそう、みんな9に行くんだもん。7番さん結構5行ったら白かったもん。だって2周目だって4が狼だったら、やっぱどっかに何だろう、ヘイトっていうか黒塗りしないと、最終盤面になった時にね、なんかなんて言ったらいいの、白く見てたのに急に黒く見るのって違和感になるから、それだったら最初から黒塗りする準備するかなと思ったから4は弾けたかな。いやー、負け犬の遠吠えするっけよな。同票だったら俺7番さんに勝ってた自信ある。いやー、もう俺が地神したから、あと芯取れなかったのが申し訳ないわ。いやー、8番さん、9番さんが黒かったのが痛かったね、これ。いやー、録画見しとけばよかったですね。申し訳ないですね。そうね、絶対白だと思った人、あ、でも、そう、たくまさんね。いや、あそこで6声が入るのがすごいですね、普通に。例の声が。いや、1番さんが進歩かったよ。いや、俺も1番進歩だったっすよね、まあ、そもそも俺が黒だったら4番さんに1声なんて言わないよ。うん、そうだね。それでも僕4占うつもりなかったから、まあ、分かっててよかったなっていう。そう、9番さんは、そう、9番さん僕の代わりに騎士すかしてくれた、やったって思ってたんやけど。多分井戸吉アーマーでしょ。アーマーっていうかスラしたよ。まあスラしたけど、だって2番さんの騎士がなく、3番さん騎士なく、5番さん7番さん釣り押されてる状態で4番さん騎士しかないもん。いや、アーマーするならもうちょっと白くなってしてほしいけど、5、7白起きしてたじゃん一瞬。
あ、アーマーするつもりなかったもん。4番さん騎士出てくれって思って4番さん。ああ、それはか。でんでよかったと思うんだけど、まあ僕はだけど。まあありがとうございます。いや、多分あれじゃない。もう4番さんの騎士透けてたからってことじゃない、ブラベセ。だから出してしまった方がってことだったんじゃない。で、出なくて4番噛まれて、どうすんの？誰かが。その前に9番さんが白ければ5連れて、もうラメロラで終わってたよ。いや、でもだって、俺、一つも8番さんの芯なんて追ってないからね。8番さん、なんで2に行くの？あんだけ4に触れててっていう話をしてるんだけど。あ、ヒロ君、ありがとう。いや、でも、でも私だけじゃん、初日にこう入れてたの。まあでも4番さん騎士は分かりますもんね。うん、だからちょっと釣りをしたのも黒かったんよね。あれでも8番ローでよく9に白打ったね。猪口ひろくんがパスって言ってるよ。まあ9から占いたら、まあ霊能からスラしようと思ったんだよね。あ、霊能スラしようと思った。あ、なるほどね。でもそれだって狼やったらさ、釣られちゃうで、釣り切られちゃうで。いや、これかわいそうなのはさ、2番さんがちょっとメタで白かったよね、あれ。それは、そう、それが、ちょっとかわいそうかな。黒塗りすんの必死よ、2番さんに対して。そう、だから 8が2いくつが若干やっぱ2000になっちゃうよね、それは。そうそう。そう。それがちょっと初心者入るときついとこよね。あんま戦う方がいいのかな、2番自身も。でも初心者叩くと、結構叩き返し来るんよね。そうですよね。そうなんですよね。初心者の割白かった2番が。8番さん目線で4番さんの騎士分かった？いや、まあ消去法的にはと思ったけども。そう、2が最初の。まあけど4巻でも5番乗っ取りは多分無理でしょう。3は乗っ取れたかもしれないけどね。ああ、確かに、そうですね。いや、乗っ取らないですね、多分。騎士は乗っ取らないです。いや、でも投票であんだけやってんなら、もう騎士出るぐらいしかなくないですか？僕ですか？めちゃめちゃ初週の投票で強靭だなって分かりましたよ。マジですか？初週は結構村っぽい発言残せつもりなんですけどね。2週目から狼探さなあかんわ、俺。今日は、いや、よっぽどないなって思いました、あの遺言が。まあ、旧狂人なら初日僕は叩かないもんね。そうですね。占いは叩かないですね、絶対狂人は。ありがとうございました。勉強し直してください。また、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。人造札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。